忠だ港、け利春新旧駆逐艦は、大韓民国海軍の駆逐艦の艦級。計画名は、KDX2。建造単価は3億8500万ドル。超歩行級潜水艦に、同表記、同音の艦があるため、忠だ港が加えられている。大韓民国海軍では、1970年前後に、フレッチャー級駆逐艦を導入して、 艦隊駆逐艦の運用に着手した後、1980年代には、さらにフラム回収型のアレン・エム・サムナー級、ギアリング級を導入し、洋上作戦能力の強化を図っていた。一方、1970年代に、僕正規政権が発表した、自己完結型の国防力整備を目指した八カ年計画に基づき、戦闘艦の国産化が着手され、まず、 東海級コルベットやウルサン級フリーゲートが建造された。続いて、駆逐艦の建造が着手され、当初計画では17から20隻の建造が予定されたものの、計画は遅延した上に、初版事情で削減され、1998年から2000年にかけて、KDX-1 型3隻が建造されるに止まった。そして KDX-1 に続き、 韓国初の防空艦として計画されたのが本級である。1996年末に3隻の建造が認可されたが最終決定は1998年までずれ込んだ。KDX-1 と比して5年の開きがあるためか全体にステルス性への配慮が導入された。主戦隊においては KDX-1 型よりも幅広の船型を採用し、 同型で問題があった復元性能の改善を図っている。ただし、下記の通り、機関は同構成なので、速力は低下した。艦首の視野はそれほど大きくないため、51番方付近までブルワークが設けられており、ナックルは省かれた。上部構造物は、KDX-1 と共通点が多いが、管内容積確保のため、 環境構造物と格納庫が連続するようになっており、側面は上肝板原則部と一致している。格納庫側面には、油圧機構で開閉する扉を設けて、限定を格納した。環境構造は、KDX-1 とほぼ同じ高さだが、環境本体を1甲板分高い位置に設けることで、KDX-1 の環境上にあった不自然な、 大きさの構造物を縮小している。また前後仕様とも KDX-1 のようなラティス構造をやめて平面で構成される等型となった。内家庭は搭載されず複合艇のみとすることで溶定器やダビットの重量軽減が図られた。またその他の偽装品も全体に簡略化されており、例えば燃料の受給装置は環境交部量源に装備されているのみで、 物資の受給装置は、ポストとしては設置されていない。なお本級は、韓国軍艦として、初めて女性乗員のための居住区を設けている。手機は、KDX-1 の構成が踏襲されており、マトゥー2 0ト9 5 6 t b 9 2ディーゼルエンジンとゼネラルエレクトリック LM2500 ガスタービーンエンジンをコドック方式で組み合わせて、 バード・ジョンソン社製の可変ピッチプロペラに軸を駆動する方式とされた。電源としては、出力8 0 0ットのディーゼル発電機が4機搭載され、合計出力3 2 0 0ットを確保した。機関区画の構成は、KDX-1 と同様のパラレル配置と見られている。管型の拡大に伴って、船体中央部に余裕ができたこともあり。 煙突形状は KDXI では断面が Y 字状の複雑なものであったのに対しシンプルな単煙突に改められている。戦術情報処理装置として KDX-1 では BAE セマ社がイギリス海軍の23型フリーゲート向けに開発した SSCS マーク7をベースにした KDCOMI を搭載していたが本級でも これを元に発展させた k ドコム2を搭載した。SM-2 と対戦専用のコンソールが追加され、コンソールは計10機となった。戦術データリンクとしては、KDX-1 と同様に、アメリカ合衆国のリトンインダストリーズ社が開発した LNTDS を韓国向けに改正した韓国型 NTDS を搭載している。また本級では、 SM-2 などの武器管制用として、アメリカ海軍のチョ回収艦と同じ WDS マーク k 1 4が搭載された。これらを連接するデータバスはタレス射製である。レーダーは長距離操作用として、アメリカのレーセオン社の案、SPS-495 を水上に、目標補足用として、オランダのタレスネーデルラント社のメガワット -08。 全症状に搭載するのは KDX-1 と同様だが、対水上捜索レーダーは国産の SPS-95 系に更新された。ソナーは KDX-I の装備機と同系列のドイツのアトラス社の DSQS-23 を搭載するが、KDX-1 ではハルドームに収容していたのに対し、本級では韓国軍艦として初めて バウドームの形態を採用した。また、国産の SQR-220、軽コーソナーも搭載されている。蒸気の経緯より、対空兵器は大幅に強化された。KDX-1 では RIM-7、PC スパロー股間防空ミサイルの垂直発射機で、ある16セルのマーク、48モッド2を、環境構造物直前の看板室に収容したのに、 対し、本級では、VLS を32セルのマーク41モット2に変更し、RIM-66SM-2MR ブロック E や艦隊防空ミサイルを収容した。その射撃式用としては、スター -240 追尾レーダー2機を搭載しているが、これには OT、OT-314A コミュニケーションリンクが接続され、 これが飛翔中の s m 二に対する指令誘導を行うことから同時交戦可能な目標の数は必ずしもイルミネーターの数と同じではない。なお二千四年中盤には太平洋ミサイル試射場において s m 二での目標撃墜に成功している。また四番艦以降では後日の国産 VLS の後日装備を見込んでマーク四十一 v l s を左限に寄せて 無限側に余地を確保しているまた近接防御用には、KDX-1 では、ゴールキーパー30マシュダブデュス2機を搭載していたのに、対し、ゴールキーパーを観光部の1機のみに現じて、環境上には、ラム近接防空ミサイルの21連装発射機を搭載している。対戦兵器としては、当初は KDX-1 と同様に、 マーク46単魚雷の324立方ミリメートル連装単魚雷発射艦を2機装備していたが、後に国産の K745 青ザメ魚雷に変更された。また、後期建立て増艦3隻は国産の VLS を24セル増設し、ここに国産の巡航ミサイル、天竜と対戦ミサイル、クレナイザメを搭載する計画がある。韓国海軍では、 フラム回収艦でアスロックを運用しなかったことから、これが初の対戦ミサイル装備となり、外洋での対戦戦能力が重視されるようになった、象徴的な事例と評される。対艦兵器も当初は、KDX-1 と同様に、ハーブーン艦対艦ミサイルを搭載していたが、後に、国産の SSM-700K、海星が搭載された。 艦砲は62口径 127mm 炭素砲を艦首官班に搭載した。DDH-976 分部大王 CVN-76 ロナルドレーガン2011年9月時点で運用開始10年未満にもかかわらず部品の共食い整備が繰り返し行われていることが韓国国会国防委員会のソン,ヨンソン議員の指摘により判明した。 2013年10月時点で、朝鮮半島で戦争が勃発した際に、すぐに投入可能なた田た港、李春新宮は2隻であるとされた。6隻のた田た港、李春新宮駆逐艦のうち、2から3隻は、毎年海外派兵に動員されている。そのうち1隻は、ソマリア連湾沖で、海賊退治の任務を遂行し、1隻は、任務交代のために、移動、 もう一席は任務を終えて、韓国に帰還し母校に停泊して、修理、整備に入る。清見部隊に派遣される艦以外であると、一席は下半期巡航訓練のため海外へ出発する。もう一席は2年ごとに開かれる艦隊兵を合同、演習に参加する。この他にも、兵器展示会や国際艦艦式などに頻繁に動員されている。 国防日報2014年4月29日号によると、清見部隊として、アデン湾に派遣する艦艇を、ただたけ港、李春新級だけではなく、航海道大王級駆逐艦やフリゲートに拡大する案が検討されている。2007年5月、射撃訓練中の DDH-976 で、砲弾が爆発して砲身が破裂する事故が発生していた。 中央日報2005年6月28日、中、武功、立春神が、イギリスのポーツマスにて行われた、トラファルガーの開戦200周年、記念国際観艦式に招待されたおり、プレスセンター内にて、同館の取材を希望する記者の呼び出しをする、イギリス海軍広報担当官が、官名を読むことができなかったことがある。ありがとうございます。